工事室か笑い。まずはセリーグの工事、坂本選手が復活。続いてパリーグ、7月28日の工事となります。西浦来た、伊藤は昨日の懲罰か。樋口あげるんだ、三上抹消して今村復活の。坂本隼人スタメンセンターへ5試確定演出来てるな。中地の2000本行く。樋口も支配下決まってからエラー連発や四大走以外であんま使い道ないんよな。この伊藤って昨日の大走速牽制士の人、やっぱ一発アウトなんやな。ここ小林、2軍でも大して信用できる感じじゃないのに小林。中日戦でお試しすんのやめろよ。巨人なんだこれ。俺は今日も負けたら大型連敗始まりそう。山本宮城山下で勝てんと止まらん。ウォーカーいらないならトレードしてくれよ。昨年のパリーグに冠を出せるぞ。浅間はまだ状態悪いのかな。ハムは連勝したのにこんな入れ替えちゃうの。無理に坂本使って怪我再発しそう。おお、早速西浦見せてくれるんか。ヤクルトも大体の石川投げ抹消とか姑息なことするな。浅間は何かあったんか心配やけど、石井はまあ順当やろという風潮。ハムなんかあったん、まだトライアウト。このタイミングで第三星を上げる理由なんや。岡田って再起に厳しいよな。一回炎上したら即落とすよな。西浦は試合前に反対側に渡ればええな。ご視聴ありがとうございました。